今回はね、そのアルファロメオの147として、紹介いたしますが、1994年トルネジオで発表された145の後継モデルであるアルファ147、2001年度のヨーロピアンカーブダイヤを使用したプレステキスポーティーコンパクトカーだ。一方で導入されるモデルはモノグレードのスリータイヤタイプとは、一部で全てばかりアルファロメオの強い印象を与え、フロントエンドにはシンボルでは多と大きいリフォルガに反対、ローサイドにお手長にやらくとともにクラシック。アルファは好んだ、良いと三部構造も持ち方を形成した。エンジンは 2L 直四で用意し、スパークプラグはシリンダーごとに本日はインカースパークを積み、車高15で 15.5 度も発生。ボンネット内に横置きに搭載され、電流を起動する、FF 方式を使用。ミッションはセルフスピードと呼ばれる AT モードスケーター検索と5速マニュアル。水道はメディアの5速メディア。水スピードをグラッチ操作は自動的に行うスープダルグランマイナートランスミッションで F1 マシンとなり、アトリシグシフトスイッチを配置し、バイロから手を離すことなく素早く回転かつ完全に操作も可能としている。で、フロントリアスペンションは WS7、イヤはマックスアウトロック、安全機能として、フロントサスペンションは WS7、イヤはマックスアウトロック、安全機能として、ベアルアンドサイドイヤが ABD 式 ABS、プレチチュラ式シートベルトを標準にする。また、盗難防止用のイノビライザーを使用する、ね。ミニハンドルのみの、まあ、使用ということに、なかなかの、形になって、なかなかこの形で悪いのと好きな形ですね。で、どっちにこのヨーロッパカオブザイヤーというのを、まあ、利用した、デザイン性がね、優れているということで、受賞されましたけども。結構こういう車も好きですね。この縦長のグリルにこういうちょっとパッとしたこうキツネ目というかね、そういったところがなかなかいいなと思いますし、でこれはこう内装がね、非常にこういったところもやっぱりよくできていて、なかなかこの車のあの良さというか、面白さというのをまあ感じていただけるのではないかなというふうにね思います。どうもありがとうございます。